どもーどもーどうううももも、はいえー、今回ですね、スケく君っていう、泰之助君、スケく君からですね、スケく君からですね。 メッセージいただきまして、吉田さんお疲れ様です。吉田さんに見てもらいたいチャンネルがあります。吉田さんの視聴者の方は年齢層が高めということなので、シェアすることで勇気づけになるなるかとへ。無編集ですし、やはり凡に徹底ですね。笑いということで、ちょっとシェアしていただいたので、シェアします。で、このチャンネルがどういうチャンネルかっていうと、えー、こちらのね、えー、猫、えー コミネコさん、コミネコチャンネルさんですね。チャンネル登録が2000人いてます。で動画はどういう動画をアップしてるかっていうと,、えー、と、カレー食事とかね、山崎パンカレー食うとかね、えー、食うとか,なか、なんかこういう動画です。はいえー、興味ある方はですねこのこれ、これで調べていただくと出てくるんで、まあ、見ていただければいいんじゃないかなと思います。 で、例えば、まあ僕もね、YouTube やってますけど、僕の動画見てみましょうか。えっ、ー、と、まあ、100回ぐらいですかまあこれ5、100回ぐらいですよね、大体。まあ100回かこれ30回とかですよね。例えばこれ受付スタート30回とかね。これまあ、ラジオは40回とか。まあ平均するとまあ100ぐらいかなとは思うんですけど、この猫さんもね、えーえー、パンを食べて100回。えー、こちら、 えー、朝食パン食って100回 <laughs> <laughs>、えー、焼きカレーパン食って100回 <laughs> はいなんですかあとソーセージ食べて170回どうですかソーセージ食べて170回ですね、はい、まあ見てください まあ、多分ね、わかんない人はわかんないとは思うんですけど、なんでこういう動画でも再生されるのかっていう話ですよね。まあ今回、YouTube の可能性みたいな形でお伝えしたいなとは思うんですけども、要はね、まあ僕もいろんなアドバイスをしてるんですけども、要はね、ほとんどの人が自分の価値で判断するんですよ。昔だからその、まあ、YouTube のセミナーとかやってた時に、なんかお客さんに言われたのが、吉田さん、なんであのヒカキンの,ヒカキンの動画面白いんですかみたいな。 まあその人は自分の価値観、自分の面白いか面白くないかで、ヒカキンの動画って何が面白いんですかねみたいな。みたいな話なんですよ。<laughs> まあ何が言いたいのかっていうと、多くの人は自分の価値、物差しでいい悪いを決めちゃっていると。で、ビジネスをするんであるならば、自分の物差しじゃなくて、市場の物差しというか、市場で 市場はどうなってんのかっていう、だからそこでビジネスをしていくわけじゃないですか。じゃあ YouTube やるんだったら、YouTube ってど,どんな人がいて、どういうジャンルがあって、どういう動画でも回ってんのかなっていう、知ることによって、あなんかこういうのでもいいんだっていう、一つのね、新しい価値観というか、新しい発見を得られるわけですよ。でもそれをしない、リサーチをしない、市場リサーチをしないんであるならば、多分自分の興味あるもの、ああ,あいう動画を撮らないといけないんだとかね、あのいつも見てる人が編集してるんだったら、編集しないといけないんだとかね。 うん、僕がその脳編集でこうやり始めた理由としては柴田さんのね昔の動画を昔の67年前のなんかカメラに向かってバーって喋ってるだけのやつのを見てこれでもいいんだみたいな感じであの発見したんでまあそういうスタイルになった部分あるんですけども本当いろんなまあ価値がありますネット上にはねだからそのまあ世界に価値があるんですよネットっていうのは世界なんでうーん まあ、あとは、まあ、この方続けてるますよね、本当に <laughs>。ただ食べてるところまあ、まあ、僕も全部見てないですけども、ほんと食ってるだけですね。うん。はい。まあ、これでも、需要はあるってことです。うん。なんか、その、吉田さん、僕、あの、そ、そんな、その、見てくれがとかね。じゃあ、この、 あのこの猫さんには申し訳ないですけど、この人はジャニーズ事務所に入ってめちゃめちゃイケメンなのかっていう話じゃないですか。どうですかイケメンですかこの方は。容姿はどうですかうん。はい。まあ、その、それはお任せしますけども。<laughs> はい。あの、ご自身でね、まあ、判断していただけばいいと思います。で、まあ、せっかくね、シェアしていただいたので、僕もちょっとね、シェアしようかなと思うんですけど、この人はすごいそう。 この人はすごいっすよ。まあ、同じようなジャンルなんですけども。はい、こちらですね。花金屋さんですね。<laughs> 花金屋さん。花金屋さん回してますよ。僕のチャンネル見てみましょうか。僕のチャンネルこれぐらいじゃないですか。再生数ね。これぐらいですよね。花金屋さん、見てください。カフェラテを飲む260回。ウインナーロールを食べる143回。えっ、ー、と、このね、紅茶を飲む。紅茶を飲む。 いやー、花金屋さん紅茶を飲むとね、700回回るっていうね。紅茶を飲む。負けました。すいません。紅茶を僕も飲もうかな。はい、123、267、はい。あ、これクリームパンは、あれですかね。クリームパンは9回ですかね。はい。あ、トーストサンドは9回か。これ。クリあ、これ。ただぼんやり。ちょっと、これただぼんやりいいっすか。ちょっとただぼんやり。 ただ四ぼんやりちょっといいすかクリックして。6秒。6秒です。ただぼんやり。これ7回再生されてます。ぼんやり。ただ6秒動画。ちょっといいすかただぼんやり。<laughs> 僕も1再生に貢献しました。ただぼんやり。<laughs> どうですか再生されてますよね。ただぼんやり。6秒。 こで、<laughs> ファンキーっすね。ファンキーだな。シュールっすね。シュール。シュールだな、はい。朝ごはんですね。2500回。朝ごはん、花金屋さんが朝ごはんを食べると、おにぎり食べると、2500回と。2500回ですわ。あ、花金屋さんがね。しかもね、このチャンネルって、あの花金屋さんって去年なんですよ。今,日あの今年2022年だと思いますけども。 あのに去年2021年に作ったということですね。はい。だから去年 YouTube 始めた方ですね。はい。チャンネル登録1400人ですね、はい。シュールっすね。シュール。うん。多分、まあその、なんだ。 要は、この動画につぼる人もいればつぼらない人もいるってことですね。僕の動画につぼる人もいればつぼ,つぼ,つぼらない人もいるっていう。だ本当ね、価値っていろいろあるんですよ。だから、まあ、これからその情報発信していくんであるならば、もちろんですよ。僕もちろん、僕が教えているあの商品を売っていくっていうのは、この、これだけで商品を売っていくっていうのはかなり難しいです。これでね、まあ、何の商品を売るのかにもよるかもしれないですけども、 まあ、そのコンテンツとかを売っていくのはちょっと難しいかなっていうのはあるんだけども、でもその集客、再生数をあの取っていかないといけないじゃないですか。ね。アフリエイトするにしても、まあ、YouTube のアフリエイトするにしても、うーん、まあ商品売るにしても、まあ再生数ゼロだったら1円も稼げないじゃないですか。だから、まずは、あの、再生数を取っていくっていうところは必要なので、まあ、その、なんだ、あーいろいろやってみたらどうかなっていうところですね。 ただまあすいません。商品売っていくんだったらある程度あ何屋さんなのかっていうその専門チャンネル的なのを作ってそこのコンテンツっていうのは作っていかないといけないですけれども、うん、ただまあこういうのもあるよって話ですね、うん、やるかやらないかはあなた次第っていうことですねでもやってる人は少なくてもこの花金屋さんもまあ多分収益化してると思うんですけども多分そのウィンナーロールを食べてウィンナーロール代は稼いでると思います もうね、ウインナーロールを食べてウインナーロール代は YouTube の広告収入で稼いでると思いますし紅茶を飲んで紅茶代は YouTube のアフリエイト広告収入で稼いでると思います多分ねそれぐらいはうんな感じですかねはいまあいっぱいあるんでまあいろいろと見てその価値観を壊してほしいなとは思いますね、うん、いろんな人がいてます うん、まあやるかやらないかそのもちろん顔出さないバージョンもいっぱいありますからね顔出さないバージョンもうんはいだからね僕がそのあのやってるのがまあこのなんかこういっぱいあるんですよバーってなんかこれは面白いなと思ったら全部このなんだ あのブックマークにボン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 入れてとりあえずあとで見れるように、まあ、YouTube を徘徊してあこういうジャンルこういう価値もあるんだなって見つけたらもうすぐそのブックマークバンバンしていくとで後で見返せるようにしとくっていう、うん、一本一本見るんじゃなくてちょっと見たらあっこ,このこういうジャンルこういう価値もあるんだなブックマークあこういう価値こういうジャンルもあるんだなブックマーク で、でまで、まあ、どんな感じでやってるのかっていうのを、後で深掘りして、ちょっとリサーチできるようにしとくっていうのがコツですかね。リサーチのコツですかね。うん。はい。1秒で、その、あ、こういうのがあるんだ。ブックマーク。1秒で、あ、こんなのもいけるんだと。まあ、1秒じゃなくてもいいんですけどね。3秒とか5秒とかでもいいんだけども、うんず。ずっとね、これをカレー食ってるのを見てると時間取られちゃうんで。<laughs> うん、そうするといいと思います。僕はまあそういう風にやってるんですけど。で、後でどういう風にタイトル付けとか、どういう、まあこれとかハッシュタグとか,まあなんか入れてると思うんですけど、もう、まああとで深掘りして、なんかちょっと分析していくっていうことですよね。うん。うな,なんでこれで回ってんのかみたいなね。うん、まあまあまあ、食べるだけ、そもそも食べるだけっていうのが重要があるんで、た食べる、食べるだけ。はい、食べるだけ。 食べ、食べる、食べる、た食,べ食べるとはと食べ続けとは、ねた。食べ、あ、食べ、食べるだけ。どうすか食べるだけで検索されてるんですよ。要は、食べるだけの動画を見たい人がいるとことです。食べるだけ、食べるだけ大食い、食べるだけレベルアップ、食べるだけの、ほら、どうすか食べるだけの動画が検索されてるんですよ。 あなたは YouTube の検索窓で一度も食べるだけの動画を検索したことはないかもしれないけれども、世の中のニーズで食べるだけの動画を見たいっていう人がいるわけですよ。食べるだけ女とかね。食べるだけ女子とかね。食べるだけの動画韓国とかね。どうですか食べるだけの動画が検索されていると。じゃあ、どういうのがアップロードされてるのかなみたいな。ね。そう。 だからなんか世の中のニーズを知るっていうことは大事ですね。どういうふうな検索されてるのかっていうね、うん。みんなね、そこを見ないですよね。要は自分の興味ある情報しか見ないみたいな。ネットで稼ぎたいんだったらネットで稼ぐ方法しか見ないみたいですね。<laughs> でネットで稼ぐ方法も大事かもしれないけど、そもそもネット上にはどういう価値観が存在して、そのネット上にはどういう情報があ,あるのかっていうのを知るっていうのが本当大事ですね、うん。で、それを知ると、 いろんな戦術戦略というかやり方っていうのを選択できるので。うん。あとね、なんか、美しい、美しい風景。はい。美しい風景、日本とかね、美しい風景 4K。要はこれ顔出ししてないですよね。風景を見たいっていう。じゃあこれ美しい風景 4K いきましょうか。はい。どうすかこれ顔出し一切してないですよ。そう。 400万回これ回ってますね、うんはい。日本の風景みたいなね。これ95万回ですね。はい。だからその、なんすかね。日本の,ふこの、この人なんかね、もう完全にその英語圏、英語圏とか日本の風景とか、日本、日本の風景のチャンネルなのかな。うん。そこ、これも海外だね。 あこれジャパンなんで800万回ですね。ジャパン。8K で撮ってますね。うん。そう。2時間ずっとふ、<laughs> 2時間ずっと背景みたいな。これいいっすね。2時間ずっと背景、風景いいっすね。これ。<laughs> これ好き。こういうのいい,いいね。これいい。そう。うん。どうっすか顔出ししてないっすよ。<laughs> まあ、あとね、あ動物行くんだったら、その猫とかね、猫,猫あ。猫、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 猫か。猫、猫、なですかね。猫、泣き、あ、猫の鳴き声。あまあ、いっぱい猫の鳴き声。なですかね、猫、かわいい。猫、食べる。あるじゃないですか <laughs>。猫食べる音ありますね <laughs>。 どうですか猫食べる音。<laughs> 猫の食べる音、誰が聞きたいねって聞きたい人いるんですよ。出た <laughs> かわいい。AS、出た。ASMR 猫版。来ましたね。ASMR <laughs> 猫版。<laughs> これね、海外の方で、これね、実はこの犬、僕は犬結構、犬で、その海外の方で結構やってるあ、これだ。この人だ。この人だ。この人結構有名というかね。 あのこの人すごいんですよ、もう。この人すごいですね。多分犬の食べ、あの犬のその食べてる音は、この人が多分あの結構トップだと思いますね。うん、どうですか。まあ、猫の方がなんかちょっと優しいですね <laughs>。 あなたは一度もね、あなたは一度もその猫の食べる音なんか聞,聞きたいと思ったこともないだろうし、ね、あの、<laughs> 検索したこともないかもしれないですけども、まあこうやってなんかいろいろリサーチしていくってことをすると、いろんな可能性をね、広げることができますんで、まあやってみてください。はい、ということで、えっ、ー、と、シェア外視をさせていただきました。YouTube の可能性ですね。終わりたいと思います。